でも使い切れないで言ったらやっぱオールマイティの方に俺結構コスミックストリオン来てほしいんだよな。この辺、うん、ミスターピンク、普通にコスミックスタリオンフラットバーで確かにね組みたい。確かにね。ジグザグちょっとごめん、こうなるかもしれない。やっぱレガシーやっぱ真ん中に来るんだよね。レガシーはね、レガシー真ん中に集まってきちゃう。真ん中に集まってくるんだよ。確かに結局なんかまあこっからこうやっぱ改良されてってっていうのがありますからね。確かに。いいですか？ジグザグ。じゃあ次。いつの間にか僕は。じゃあ俺行く。俺やる、俺やる、俺やりたい。行くよ。はい。あ、こう。おお。スペースホース。あ、スペースホースね。はい。スペースホースもいろんな歴史というか。そう、もう10年変わってないからね、形がね。スペースホース最初はカンチブレーキでしたね。カンチブレーキでした。そう。これもそのさっき変わりましたね、いろいろ仕様が。ミスターピンクとかと同じタイミングで確か出たのか。そうかもしれない。で、だったかな。まあいろいろあって今は。フラットマウントです。割となんか僕の認識的には本当これこそネオランドナーとかネオスポルティーフ的な感じだと思ってるので、今代々木で僕が展示車を組んだんですけど、フルフェンダーつけて全部シルバーでドロップハンドルでみたいな感じで個人的に非常に気に入ってるバイクですね。これね、なんか前なんだっけな、ブラックマウンテンかなんかの話してた時にさ、バイクショップスタッフがなぜか乗ってるバイクがブラックマウンテンとかっていうふうになんか言ってたんだけど、俺なんかねスペースホースするのイメージなんで、超わかる、超わかる。なんかバイクショップの人がなんかとりあえず乗ってるみたいなバイクのうちの一つ。めちゃくちゃわかるっすそれ。そうで多分みんな好きなんだよねこれね。そうめちゃくちゃ。でなんか元当てとオールシティなんか本当に気になってきたのが、なんかニューヨークに3、4年ぐらい前行った時にデラックスのスタッフが乗ってて、持ってて。あ、そうなんだ。あとその後行ったキングコングのスタッフとかもみんな漏れなく乗ってて、なんかみんなオールシティかっけえやつ乗ってるなと思って。なんかね、さっきメッセンジャーの話で言ったけど、メッセンジャーさん、まあ、オールシティってメッセンジャーの文化ともすげえ深いつながりがあるんだけど、なんかそういうやつらもギアドバイクでセカンドバイクとか取りにしてたりとか、なんかそういうのが目につくから、なんかまあこれいいよね本当に。乗りやすいのに速いみたいなさ、ね、なんか不思議だよね。いいバイクなんだよなこれも。そうこれね、てかまあスペースホースさ宇宙馬ね、宇宙の馬さんだからコスミックスタリオンと多分ね、なんか兄弟という師弟関係があるんではないかと思う。確かにこれどうです、タイヤサイズとかも結構。そうね、あ確かに近いね。この前この本当に今の現行の新型組んで気になっちゃいましたね。確かに何でも気になっちゃってる。はい、トミーこれどこ？それこそここですよ。スペシャリストでもありオールマイティでもある。あれあれそっち行く。いやでもやっぱり今乗ってるからこっちの方が。なんかそう思うとスーパープロフェッショナルここにいるよね。そうですね、こうだねめちゃくちゃモリモリになったじゃん。ミスターピンクごめん、ミスターピンクごめんだけどこっち行くよあんた。これでしょスペホ。こうやって見てもやっぱシャキッとしてるなと思うね。なんかキリッとしてるよね、いいよね。サイズちっちゃくてもダサくない、スローピングしてても。スペースオーサーじゃ真ん中まああれだね、スペシャリストでもありオールマイティでもあってスーパープロフェッショナル。そうだねそうだね、この列は熱い。そうだね、こうなるんだ確かに。でちょっとつながってる感じ、ゴリモード気になる。オールマイティなんかこうあってほしいな、なんか俺としては。そうはいだね、オールマイティすぎないところもやっぱ俺あるかなと思うから。唯一の太いタイヤ入る。確かに 27.5 で。あれでもそんなこと言ったらこうじゃない？ああそうですね、やっぱオールマイティな気がするんだよねスペースホースってすごい、そうまあちょっとごめん気になるんだところに勝手に動かしちゃったけど、ちょっとこれいってみようかな。じゃあちょっと一旦それでね、はいはい次バンバン逆です。エレクトリックイーン。こいつはもう僕の自転車なんですけどもうめっちゃ好きだし、やっぱ乗ってて思うのがなんかアホなんですね、このチャリ。このチャリアホだよね。アホですね。アホっていうかめちゃくちゃフロント上がるんですよ。俺あれだもん、アメリカ的に貸し出してくれたのがこれだったんだけど、あー最高。俺普通のノリでこうやってペッってウィリーしようとしたらさ、バーンチャリがバーンってなっちゃうみたいな嘘と思って、こんなこんなんエアっていうか、もう飛んだ時俺絶対放り投げるやつじゃんと思って。これはもうスペシャルですよ、バイクとしては。ウィリーマシーンです。まあね、これあれだよね、ログレディっていうね、お姉ちゃんがいるよね。お姉ちゃんですね、シングルスピードの。でその前にジャンクヤードドッグっていうのがいたね。実はね、オールシティってあんまイメージないかもしれないけど、マウンテンバイク作ってて、ジェフさんがもともとマウンテン上がりなんですね。マウンテンバイクレーサーだね。そうそうそう。マウンテン上がりでトラックバイクに行ってっていう。そう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 。確かに確かに。だから結構彼的にはいつか作ってやりてえなマウンテンバイクみたいな感じだったんでしょうね。行った時やっぱエレクトリッククイーンのサスペンションフォーク乗ってめちゃくちゃ飛んでたもん。めちゃくちゃ楽しそうだった。超かっこよかった。そう。エレクトリッククイーンいいよね。エレクトリッククイーンにしてもわざと。適正のサイズの1個なんで一番ちっちゃいサイズ選んで、もう激スローピングで。これでもちっちゃすぎじゃないと、ミニは。もういいんです、これ。いいのそれで。俺もこれが縮こまってウィリーするのが一番。なるほどね。僕はもうガチで下りたいわけでもないし、ガチでなんかそんなアメリカの山みたいなとこ行きたいわけじゃなくて、あくまでもちょっとたまに行く山で遊べて、でもまあストリートでウィリーしてちょっと友達とセッションとかしちゃってみたいな。ノリでオールシティは使いたいみたいな。若いのとおっさんになるのと全然違うんだね。保守的になってきちゃいますね。なんかね、もう安定して下りたいもんね、山なんかね。全然もうドロッパーシートポストでちょっとこのぐらいの方がウィリーやりやすいけど、ちょっともっと下げて伝えましょう。なんかこれどこ貼る？そうそうそう。逆にそれもう見ないですもん。そうそうそう。これでもスペシャリスト向けだなって俺思っちゃうんだよな。だいぶ尖ってますよ。そうだよね、尖ってるよね。俺もここでいいと思ってもサンダードームと、はい、そうですね。なんかね、同列な気がする。意外と気になる気にならない度合いで言ったらあれだから、もうど真ん中に置いて、これを真ん中、もうこれを真ん中としてほしい。今何だったの？分かりました。いいね。まあバイクパッキングできるかもよ。でこんぐらいしようかな。ああ、工夫が必要ですね。工夫が必要だけどね。こも見事に1個もダボないです。あ、これ1個もない。1個もないです。まあボトルゲージダボだけありますけど、他は1個もないです。あ、フォーク今なかったっけ？ないです。あ、なんかいたずらしてやろうかなと思ってます。マジすげえじゃん。とんでもねえな。だから買ったみたいなところですね。うわ、バカだなみたいな。誰が飲んだよ。俺ーつって買いました。なるほどね。いやでもこれはね、俺も。マウンテンバイク黒森フレーム探してる時はめちゃくちゃ、はい、ああこれいいな、なんかもうね、いいスペックだったもんね、 その当時ね。まあ今でもそうだけどさ、結局その落ち着いたスペック、マウンテンバイクのさ企画の中でさ、はい、落ち着いたじゃん、これエンド幅とかさ、そういうのが結構固まってきた時にできたやつだったから。ブースト、これブーストです。そう、ブーストなんでね。で 44mm でしょ確か。あ、40mm でね。44mm。そうだよね。44mm ヘッドチューブだし。なんで。であとドロッパーのルーティンあるしさ。そうです。275プラスと29だから、もうこんなの最高じゃんと思ってたらね、マッシュがね。はい。なんかも乗ってるけど、あれの来たからさ、じゃあちょっとあれにしようかな。で一応これも残念ながら。え？カタログ落ちして。マジで。ます。デーム。あ、そうなんだ。はい。デーム。マジか。買っといてよかったマジで。ちょっと気になってる今。もうあんま残ってないかったっすよ。俺見たわ。大きいやつ。そうだわ、思い出した。そうだわ、 L とかしかないわ。買っといた方がいいね、気になる人は。次いきますか。 OK、 次いくか。であ、こいつはもうダンクは好きじゃん。いや俺これやっぱシングルクロスでカーボンフォーク、もう完全レーサーっすよね。だね。でそう、これシングル SSC エキセントリックハブ、あ、エキセントリック BB だよ。エキセントリック BB です。かっこいい。こいつだけプレスフィットの動く BB が入ってます。これもプロフェッショナルで、あ、まあ段階的にはそこ。まあこいつやっぱシングルなのでやっぱ尖ってるんですよ。尖ってるね。スペシャリストの尖ってる部分に入るね。そうなんですよね。気になる気にならないわ。気気になる気にならない、いやでもね、なんとなく想像ついちゃうんですよねリアルだな今のこんな感じかなとか。でもこれ後ろブリッジなくないですか、シート。そうないんだよ、シートステー。あれかっけえっすね。それね、あれなんだよね、柔らかさが出るらしいんだよね。だからそのレースとかの時の振動吸収とか、カーボンフレームとかだとありますけど、確かにそうだとかかな。確かに確かに。それをこれでやってきたのがすげえと思った。めちゃくちゃかっこいいっすね。あとトップチューブ扁平だよね。ああ、エアス高い数になったから。あ、そうかそうか、そういうことか。これのだから全身がね。ネイチャーボーイ、ネイチャーボーイ、ネイチャーボーイ、ネイチャーボーイの何でしたっけ？八、うわ何でしたっけそれ？853はあれか。あれネイチャーボーイの、そうっすね、ネイチャーボーイがシングルで853か。853か。レイノルズパイプからエースになってネイチャークロス。ネイチャークロスの1個前なんかなかったでしたっけ？なんかいた気もしなくもない。でもやっぱネイチャー、マッチョシリーズあれマッチョキングとかネイチャーボーイって何なんだろうね。これプロレスラーとかの名前なのかな。ゴリラモンスーンもそうですよ、プロレスラー。そうなんだ、モンスーンプロレスラーですね。ちなみにビッグブロックとか、ビッグブロック違うかもしれない。オールシティってあれなんだよね、グラフィティ用語なんだよね確かね。オールシティキングスって言われてて、なんかその街でもうグラフもうバリバリやってなんだろう、制覇するみたいなのをオールシティキングとかって言うのって、この街は俺が制覇したぜみたいな感じの意味で言うんだって、うん、でミネアポリスも結構すごかったね、あのグラフィティで。そうですね、そうそう、面白い。だからそういうなんかちょっとストリートのゲーム感じるのがいいよね。そうそう。じゃあちょっとさせんネイチャークロスはじゃあそんな感じ。シングルってだけで僕はめちゃくちゃ気になります。まあね、確かにね。まあでもこれはね、俺ネイチャークロスでネイチャークロス（シングル）にするとダボとかが全部なくなるのよ。ディレイラーとか。そうですね、ケーブルルーティン。そう、ただリアエンドはリプレイスエンドなんだ確か。だからギアとのエンドリアエンド、はい、ってことはだよ、スラムの E タップとか使って、はい、マジでワイヤーがブレーキしかないギアとか作れるんだよね。めちゃくちゃかっこいいと思うんだよね。それゴールデンサドルの回でやってます。さすが最近フラットバーニングしてたから、 E タップでギアードにしていいよね。ネイチャークロスの1個前ですね、ネイチャーボーイエースか。あ、エースだ、なるほどね。エースパイプになったネイチャーボーイ、なるほどね。めっちゃかっこよかった、超いいよね。うわやりてーって意味ではちょっと俺も気になるから、そこでいいや。じゃあ行くか。あと2枚しかないよ。はい。お。俺はまるでネイチャークロス。本当にランダムに出したギアード。まあもう本当これの兄弟写真。あ、なるほどな。ギア付き。俺はもうギアード、もうさっきの言ってたやつでギアードしたいから、俺はもうここだね。僕も納得です。気になる度合いで言うと、こっちの方が気になっちゃう。まあでも。いいバイクなのには間違いない。だって絶対いいもん。そう、ギア付きのクロスで、あとね色がね違うっていうね。あ、確かにな、ずるいな。確かにあれだよね、この時のてか、まああれだよね、オールシティのシクロクロスフレームなんかグラデーション多めだよね。ネイチャーボーイゾナタとか歌ってるんですね。あれリッチーオマージュだったもんね。あれリッチーオマージュですね、完全に。そうだよね。あとオールシティのなんかデジさんから聞いたんですけど、肩、フォークの肩、あれもなんかリッチ、あ、オマージュみたいな感じで、デジさんから聞きます。スーパープロフェッショナルのフォークの肩がリッチだったか、なんかブリヂストンだったか、あでもの肩をあるよね。だってネイチャーボーイも確か肩こうやって角張ってるけど、なんかそれもあるもんね。そこをねめちゃめちゃジェフは力説してました。確かに。でもさ、ここに今いるやつとかさ、全部違うんだよね、肩の形。今思えばミスターピンクとビッグブロックも一緒でいいじゃんとか思うんだけど、実は違うんだよ。そうなんですよね。めちゃくちゃディテール凝ってる。マジでディテール凝ってるね。使い回さないよね。使い回さない、マジでいけてるわ。好きです。じゃあラストいくか。はい、マッチョマン。マッチョメンだ。マッチョメンはもう普通に僕見た目が好き。マッチョメンはあれなんだよね、ここが兄弟なんだよね。そうですね。そう。だよね。記憶そうなんですよ。これがこうなってるんですよね。これがこうなったのだとこうなってますよね。あ、まあ確かにこいつが発生したんだよね。そうだね。だからまあ元祖的な。元祖的なね。そうだよね。マッチョマンかっこいいよな。かっこいいっすよね。すげえ好きなんですよ。多分ブルーラグで何気に結構組んでる車種の一つだよね、マッチョマンって。そうですね。スペースフォースかマッチョマンかみたいな。ああ、そうかもしれない。イメージですね。ビッグブロックよりかもマッチョマンだよね、多分ね。ミスターピンクはあんまりなんだよな。ネイチャーまあマッチョマンだよな。マッチョマン。そうだよね。マッチョマン、スペースフォース、スーパープロフェッショナル、ゴリラモンスーン。この辺がまあ今最近追い上げてきてるんで。結構組んでるね。そうだね。でまあその次ビッグブロック、ミスターピンク。ビッグブロックとネイチャーボーイ一緒ぐらい来るのかな。でミスターピンクでジグザグエレクトリッククイーンみたいな。でまあ時々ネイチャークロス組んだりするけど、僕も自分が大好きなやつばっかりそこにも、いやマッチョマンね、やっぱオールマイティだったんだよな、その当時。結構そのレースにも出れるけど、そうね、ダボもちょっとついてる。そうダボも、でもフェンダーダボなんだよね、確かに。あ、ラックダボついてんのか、これ。ついてます。リアラックのダボだけついてる。リアラックのダボついてます。あ、なるほどね。フォークにも1個あるので、まあ、あれフェンダー用なんでしょうけど。そうだよね。あれフロントラックつけれたもん。つけれます。あ、確かに。これはよく走ったな。これもやっぱいいバイクだなと思ったもんな。見た目がマジですいいよね。これはまあもうごめんなさい、やっぱこの辺だな気になる度合いで言ったらこれ、あ、だからこうだな。そうですね。もうここの軸はオールマイティがやっぱ寄るよね、こっちにね。そうだね。でここはやっぱあれだね、このラインはもうレガシーというか、そう気になっちゃう、気になりはしないんだぜみたいなそう感じなんだよえ、なんかね、イチャクロスなんかすげえかわいそうだからここに差し全体的に寄ってきちゃって、絶対こっちに寄ってる。でもまあそうだね。はい、そう、こんな感じ全部こっち寄っちゃったじゃん。そうだね。え、これめちゃくちゃどう最終的なコタース的にも。でもどうですかね、今の気分的にはこんな感じですか。あ、まあそうだね。そうだね。こいつマジで全くオールマイティじゃないですか。あ、そう。そう何か感じますここにちょっとまあフォークがいたずらしようと思ってますけど。あ、そう、ジグちゃん、エレちゃん、姉ちゃんぐらいか。こんな感じかなんか気分的には。まあ結局オールシティってそこの分野に特化した車種を作ってますよね。作ってるね。そう、ジャンル分けがちゃんとされてるよね。そう、もちろんやっぱこうやってオールマイティに使える荷物積んだり、やばいね、そうだ、スピードできたりするのもありますし、ってなるとコスミックもちょっと上がるんですよ。まあちょい上がるね、確かに。あ、確かに確かに確かに。やっぱそれぞれにこう特化した車種がね、カーボンフォーク入ってですよね。ここ全部カーボンフォークか。まあでも言うてみたらそうだよね。フォークがね、フォークが変わるもんな。そうですね。鉄フォークモデルがあって、確かに、うわ、いいんじゃないですか。マジここいなくなったね。まあまあちょっといなくなったね。寄っちゃいましたけど。まあそうだね。なんか待って、仲間外れたらかわいそうだもんな。あれだね、めちゃオールマイティみたいなやつっていなかったね、意外と。めちゃくちゃオールマイティやな。まあまあ言うたら。こっちはやろうと思えばできちゃうんですよね。まあそうですね。バーン。ただ、そう、それぞれこう特化したものがあるから。そうだね。確かに。止まらないねこれね。これ止まらないよね。1時間ぐらい話して。もう1回やろうぞ今度。もう1回、そうです。5年後やる？5年後。5年後やろう。また変わってますからね。ラインナップです。そうね。というわけで、いいチャートができたと思いますんで、我々の独断と偏見のチャートなんで、そうだね。なんかもう参考にしてもいいし、参考にしなくてもいいし、しなくてもいいし。普通に我々がちょっと乗りたいチャリ増えただけ回みたいなことあるんですけど最後まで見ていただいてありがとうございます。もうすぐやりて、またそういうわけで、またね、すいません。